はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は、明日3月6日月曜日が更新日となっておりますので、まあ、毎度のね、前日更新予想をやっていきたいと思います。はい。ということで、明日は、まあ、そうですね、ライブ終了後ということで、まあね、限定更新とかそういうのはなさそうなんですけれども、まあ、やっぱりね、短期イベントも結構 J クラね、熱いイベントが多々ありますので、まあ、そういったところのね、しっかりとイベント予想をやっていきたいというところと、あとね、開幕記念イベントがもう14日、 までででかなぐらいで終わるんですけどまだね、何、えー、かが来る示唆がね、まだ出てるので、まあそれについてもちょっとね、お話ししていこうかなと思うんですけど、これずっと引っ張られててね、何も、なんか何かしら追加は来てるんですけど、まだあるよ、まだあるよ状態なので、じゃ最後らへんだと思うんですけども、次が最後だと思うんですけど、何があるかとかね、はい、そういうところもちょっと見ていきたいなと思います。 で、あとその他イベントについても、まあ、ここもね、やっぱ今回はま、イベント関連がね、主になってきますが、まあ、3月ね、ちなみにね、予想がね、すごく難しいんですよね。うん。特にここの、ここの次あたりからもう正直何でも考えられるんじゃないかぐらいの感じがあるので、結構難しいんですけど、ま、あね。 はい。やっていきたいと思います。なので、外れても文句言わないでください。すいません。本当に難しいです。もう今まで僕が更新予想やってきて一番難しいかもしれないぐらい、いろんな、まあ、限定追加とかもそうだし、TS 追加もそうだし、イベントが何が来るかとかもそうだしね。もうすべてが結構わからないところが、はい。多々ありますので、まあ、ただね、今回はま、そんなに、まあ、そこに比べると、まだまだ予想しやすいところなのかなと思うので、ここもしっかりね、当てていきたいと思います。よろしくお願いします。 はい。ということで、早速ね、3月6日の月曜日、えー、更新注目ポイントなんですけれども、まあ、1、まずイベントはね、何が来るかというところですね。はい。で、2、えー、開幕記念イベント続報はというところでね、まあ、ここ先ほどお伝えしたポイントですね。はい。この2つを今日は中心に取り扱っていきたいと思います。まあ、イベントに関しましてね、まあ、ここは結構ちょっと今日はお話ししていこうと思うので、まあ、よかったらね、はい、期待してもらったらなと思います。 では、早速ね、えー、ここからはね、早速、イベントのお話をさせていただきたいんですけれども、まあ、イベント更新についてというところで、まあ、まずはね、この6日、明日の6日から始まるので、まあ、期間がまあ、1週間なのかとか、まあ、週明け前までなのかとか、ね、金曜日とか木曜日までなのかとか、いろいろね、その区切られる、まあ、ね、あの、可能性がある期間なんですけれども、まあ、まずはね、その期間の問題なんですけれども、おそらくまあ、10日までだと予想ができるんじゃないかなと思います。 まあ、まずね、いくつか理由がありまして、まあ、一つ目はやっぱコインイベントね。うん、コインイベントの交換期日も含めて、まあ、14日ぐらいまでだと思うんですけど、13までとなるとさすがに交換余裕日数が足りないというところで、まあ、13まではまずここのコインの関係からないと。 いうところで、じゃああるとしたらまあ8、9、10ぐらいなんですけれども、8はちょっとさすがに短すぎますね。うん、これだったらユニコレとかしかないので、まあ、ユニコレをここで挟んでくるようにはちょっと見えないので、僕的にはちょっとなしかなというところと、じゃああと9と10。うん、まあ木曜日か金曜日、どっちかだと思うんですけれどもで、木曜日もね、可能性もね、ないとは言えないんですよね。ただね、まあ、そのいろんな、例えば今、そうですね、あのー、 まあそのコインの日数の関係とかも当然あるんですけれども、あとはスペシャルチャレンジマッチかな何かの日数が確か10日までだったと思うんですよね。うん。だから10日、その全ステージのあれかなスペシャル、え、違うちゃちゃ、ピースマッチとかスキルマッチとかあっちの方かなスキルマッチとかトレーニングマッチとかの、あのー、期限。 が、えー、金曜日の13時59分とかになってるので、ちょっとこれはね、明らかに不自然なので、まあおそらくここね、何か更新が入るんじゃないかというしさがね、ちょっと見えてくるんじゃないかとかね。まあそういうところを含めていろんな要素を考えると、まあ一番可能性があるのは10日かなというね。まあ9日にもしメンテがあってもまた10日にメンテするのかって言ったらそういうわけでもないだろうし、なんかそこで更新があるのかって言ったらそういうわけではないと思うし、 まあむしろそこで更新が入るんだったらその期限がね、9日で終わってるんじゃないかとかね。まあそういうところも含めて考えるとおそらく10日までの金曜日までのイベントが濃厚と考えられると思います。はい。ということで、まあここでまあ10日までなんだろうなというのがなんとなくね、ちょっと僕の中で答えが出まして。で、結局じゃあここからね、まあイベントの話なんですけれども、まあじゃあイベントね、いろいろ考えられると思います。まあ一応、 そうですねまあこの後半期、まあ、最近ビクロ来たばっかですけど、まあ、正直3月もビクトリーロード来る可能性とかもあるし、まあ、全然ユニコレの、ね、可能性とかもあるしけど、まあ、4日間はさすがに、ね、しないかなというところでユニコレはちょっときつそうですね。 で、あと、ブラリとかね、ブラリがちょっと入ってくるとかの可能性も、まあ、ないとは言えないんですけど、ブラリもちょっと長いかなっていうところで、まあ、直近そのアディチャレとかね、結構そういったところが、まあ、短期イベントとかで、まあ,あ、集中的に来てる関係とかもあると思うんですけど、まあ、最近意外とね、一平くんがね、ちょっと来てないんですよね。うーん。ということで、まあ、次のね、えー、6日から10日までのイベント予想としては、えー、こちらで一平くんでいきたいと思います。まあ、一平くん、そうですね、コイン絡みとかだと、まあ、ね。<laughs> まあ、いいですよね。うん。で、一平君と言ったら TS 絡みがあるんかなというところなんですけれども、明日から TS 追加はね、ちょっとね、急ぎすぎな気もしますけど、100%ないとは言えないですよね、ここね。うーん。 100%ないとは言えないです。ただまあ、多分来ないと思うんだけどな。まあ来るとしてもね、もうちょっと後だと思うんですけど、って考えると一平君どうなんていうところもありますけどね。ただ他に短期イベントがこのタイミングで来るとしたら、ちょっとビクトリーロードとかちょっと早すぎると思うんですよね。さすがにね。うん、2月のね、まだ、言うて2週間、3週間ぐらいしか経ってないんで、さすがにまだ早すぎるだろうというところと、まあアディチャレも同様なんですけど、ってなるとね、あともうブラリとか、ね、 ユニコレとかしかしないんですけどさすがで、それじゃあちょっと埋まらなそうだというところで、まあ、一杯くに白羽の矢が立つんですけど、ここから TS、まあ、TS タブで僕は3月来ると思うんですよね、さすがにね、3月来ると思うんですけど、まあ、明日でもおかしくないかな。まあ、一応言っときましょう。明日でもおかしくはないんですけど、まだ早いと思うので、ないと思います。一応ないと言っときましょう。で、一応その、さっきね、ちょっとちらっと触れたんですけど、スペシャルのね、あの、まあ、その、スペシャルのっていうか、えっ、ー、と、ピースマッチとか好き、ね、 まあスキルマッチとかトレーニングマッチとかのそのなんか解放とかまあドロップ率アップとかいろいろあるのでまああれも兼ねて一平んだとねまあそういうののメリットもあるだろうしもしかしたらまあプラスアルファでねまあまだ23開幕イベントのところもあるのでまあ一平ん関連がなんか来るかもしれないとかねまあそういったところもあるのでまあ意外とどうなんですかねまあ暑いのかなっていう感じはしますけどねまあ一平んのイベントとしてはまあグローをね グローリーを獲得するというね、メリットもあるんですけれども、まあどっちかというと、あのね、あのー、小一平君マッチの方でね、 うん、金いくらで、あの、ガチャケあさったりとかね、そっちの方が結構狙って、あの、美味しいという人がいると思うんで、まあ、4日間だったら、まあ、おかわりなしだと思うんですけどね、4日間だとね。という感じでは、まあ、いいんじゃないかなと思います。まあ、結構の、今回のね、この、最近の直近の、えー、まあ、ライブベ等の関係でちょっとね、あの、消費が大きくなってる人とかもいるので、まあ、いい休憩期間なんじゃないですかね。まあ、一応回復薬とかもらえますしね、うん。 まあそういう意味では、はい。まあタイミングとしてはいいんじゃないかなと思います。まあ TS が来るかどうかはちょっとね、明日分かんないですね。開けてみないとね。まあ来る可能性がないとは言えないですね。2月の20日前後での追加はなかったので、もしかしたらまあ3月上旬とかでね、ある可能性もあるので、まあそこもね、付随してちょっと期待してもね、面白いんじゃないかなと思います。マーシャルロードが入ったら TS だと思うんでね。はい。まあちなみに TS の話ちょっと余談にしておきますと、まあ、 前田選手かな <laughs> ジュビロの前田選手で予想を前出したんで、まあ、それを継続という形で、はい行きたいと思います。た、まあ、多分ジュビロの誰かだと思うんですけどね、まあ、ジュビロといえばね、いろいろいますけどね、あの昔からの、ね、名選手ね、まあ、ゴン・中山選手だってそうだし、まあ、高原選手とかね、まあそこら辺の選手たちもね、はい、特に攻撃的ポジションはもうこういう選手たちとかもいるので、まあ、誰が出てきてもおかしくはないと思うんですけど、た、まあ、多分ジュビロの順番じゃないかなと思うんで、はい、期待していいんじゃないかなと思います。 はい。じゃあ続きまして、えー、開幕記念についてのお話なんですけど、まだ追加があるね、下がここ出てるんですけれども、まあ明日かまあ10日にはね、最初、まあ10日はちょっと遅いと思うんですけどね。なのでまあ明日にはね、明日にはさすがに告知が来るんじゃないかなと思います。まあ10日はもう正直終わりかけなんでね。まあ、10日になったらもうイベント終わってるぐらいの感じなんで、多分明日何かしら追加、あの、なんか告知は来ると思います。 で何が来るのかというと、まあ、一平君絡みだったらチャレマのドロップ率アップとか全然あると思うんですけれども、まあ、あとはバモ配布とか、まあね、ガチャ券配布とか、もしかしたら復刻の配布とかもあるかもしれないしというところで、まあ、結構考えられるものはあるんですけれども、まあ、もしかしたらね、お気に入り券配布とかかもしれないしね、とかね、ま、いろいろあると思うんですけれども、はい。まあ、でもま、イベントと絡めるんだったら、まあ、明日わざわざするんだったら、まあ、チャレマのドロップ率アップが一番可能性としてあるかなと思います。まあ、プレゼントマッチがね、最近全くなくなってきてるので、まあ、それのね、<laughs> ま、久しぶりにとかもあると思うので、ま、いろいろ考えられるんですけれども、ここはま、あ一応チャレマドロップ率アップで出しときますかね。はい。まあ、あんまり自信はないです。まあ、<laughs> あの、考えられることがいろいろあるんでね。はい。ま、あでもチャレマのドロップ率アップ、ま、あ4月には絶対来るんですけど、3月はね、ちょっとね、微妙なんですよね。来るかどうかっていうと、ちょっと微妙なんですけど、まあ、2月が来てないので、来てないですよね、2月ね。2月来たかな来てるかもしれないですけど、僕は記憶にないかもしれないですけど、まあ、 うん、まあ3月もあってもおかしくないかな、もうシーズン終盤ですしね。はいでシーズン開幕しての、やっぱチャレマーでね、ドロップ率あさりしたい人とかもいるので、ドロップねあさりしたい人とかもいると思うので、まあ、そういう人からしたら来たら嬉しいのかなと思いますね。はい、まあ、すでにね、もう今シーズン3節、まあ、G1 だったらもう3節ね、丸々終わったりとかして、まあ、意外とグレード低かった選手とかが今年になると、おお、頭角を表してきたなという選手もね、多々見えるんでね、はいそういう選手はぜひね、狙っておきたいですよね。はい で、あと最後に、まあ、その他イベントについてのお話なんですから、明日からばチャレマイベントがあるのはね、あチャレマじゃないですね。これ、入れマイベントですね。<laughs> 入れマイベントです。すいません。チャレマイベントじゃないです。入れマイベントがね、明日からも告知来てるので、まあ、入れマはね、あるとして、うん、あとはま、あそうですね。リミテッドマッチがあるかないかぐらいじゃないですか。うん、最近、まあ、まあ、4月になるんから、でもま、あ今シーズンあと1回は来ると思うので、リミテッドマッチもね、まあ、明日からの、えー、告知入っての、 でもおかしくないしもしかしたらもうちょっと後かもしれないですけどまあいずれにしろ1回は来ると思うのでまあある程度は意識しておいていいんじゃないかなと思いますということでまあ下の更新ねそんなに分厚い更新にならないような気もしますがまあ特にねイベント関連まああとはドロップ率があるかとかまあそういうところねまあもしかしたら TS 追加とかあればねちょっと盛り上がるかもしれないんですけどそういうところ含めてちょっと期待してみてほしいなと思いますまあ、メンテの期間がね まあ僕はちょっとこの時点で見てないですけど、まあ1時間だったら結構 TS 追加の可能性とかもね、あるんじゃないかなと思うので、はい、ぜひ期待していいんじゃないかなと思います。まあもしかしたらね、金曜日またメンテがないパターンとかもあるかもしれないですけど、まあ1時間だから TS 追加とは限らないんで、まあそこはね、どっちでもね、取れるんでね、最近ちょっと読みにくくなってますけどね、はい、まあ予想する側としては、ね、予想違いがあるということで、まあ楽しいんですけどね、はい。 ということで、まあ予想外の何かがね、来るかもしれないんでしたね、更新明け楽しみに見ていきましょう。で、またね、明日更新明けにはですね、えー、一応更新内容に触れた動画も出したいと思いますので、よかったらそちらの、えー、ご視聴もよろしくお願いします。では今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。これにで失礼します。バイバイ。